はい、どうも、たくみです。ご機嫌いかがですか、皆さん。もうすぐ12月、クリスマスじゃないですか。リア充の方はいいですね。はい、まあ、そんな話はどうでもいいんですけど、本日はお待たせいたしました。リクエストをいただいていた、ベトナムコーヒーの入れ方というか、まあレシピですねをやっていきたいと思います。まあ、本当にね、リクエストいただいたのがだいぶ前で、本当に申し訳ないんですけども、すいません、こんなに遅くなってしまいました。ただですね、しっかりとやっていこうと思うんで、よかったら見ていただければなと思います。で、使うのはこれですね、ベトナム式のコーヒーフィルター。これ今動画撮ってる前に、これの紹介の動画も上げてるので、もしまだね見てない方とか気になる方がいたら見ていただければなと思います。まあ、ここら辺にもしかしたら載せるかもしれないです。まあ、それではですね、早速やっていきましょう。すぐに終わるとは思うんですけど、ではいきます。はい、そんな感じでできました。ベトナムコーヒー、
まあ、中にね、あの練乳、まあ、コンデンスミルク、ね、が入ってるので、あの混ぜながら飲んでください。まあ、もともと牛乳が手に入らなかった時代に、まあ、常温で保存できるコンデンスミルクを使い始めたっていうのがもともとらしいんですけど、まあ、ベトナムといえばベトナムコーヒーみたいな感じのとこあるんでまあ混ぜながら飲んでください。結構ね、ベトナム行くと、なんていうんですかね、ベトナムコーヒーの露店っていうか、出店みたいなのが結構あって、あの気軽に飲めるので、で、そうっすね、まあ、ポイントというか、やっぱり練乳が入るので、まあ、結構、しっかり焙煎してあるものを、の方が、まあ、相性はいいのかなと思います。で、まあ、コンデンスミルク甘いんで、まあ、砂糖とか入れなくても結構甘いっちゃ甘いです。まあ、甘いのが好きな人はお砂糖入れてもらっても全然大丈夫ですけど、まあ、コンデンスミルク増やしたりとかしてもらっても大丈夫です。で、コーヒー豆はあの挽き方は中挽きぐらいやってみてください。あの細かすぎるとこのフィルターです。フィルターの穴から粉が結構出てきちゃうこともあると思うんで、あんまり細かすぎると良くないと思います。良くないというか、もう確実にこぼれてきます。単純にステンレスに穴が開いてるだけなんで、あのその穴より小さかったら確実に出てきます。まあ、なんで中挽きとか中粗挽きはちょっと粗すぎるかなと思いますけど、まあ、中挽きぐらいがいいかなと思います。で、抽出に結構時間かかります。まあ、5分とは言わないですけど、まあ、普通にやっぱ3分4分ぐらいはかかるんじゃないかなと思うんで、まあ、気長にって言っても、まあ、数分ですけど、まあ、なんか朝とかだったらフィルターにコーヒー粉入れてお湯入れて、あのカップの上に置いておいて、ちょっと朝用意したりとか、あの化粧したりとか髪の毛セットしたりとかしてる間に、まあ、出来上がってると思います。まあ、そういう使い方でもいいかもしれないですね、このフィルターは。まあ、そんな感じですかね。結構普通に美味しいですよ、ベトナムコーヒー。で、もしアイスにしたいっていう人がいるのであれば、まあ、これこのまま氷入れたグラスに入れてもらったら全然飲めます。まあ、その時はちょっとコーヒーの焙煎を結構アイスコーヒー用とかもっと深いものにしてもらった方がいいかなと思います。なんかね、その苦味と甘さのバランスって考えると、あの缶コーヒーのバランスに近いかな。缶コーヒーの味がするってわけじゃないんですけど、結構缶コーヒーって苦くて結構甘さもしっかりあったりとかするので、まあ、結構その風味に近いかもしれないです。まあ、使う豆とかにもよりますけど、まあ、そんな感じでベトナムコーヒーの作り方でございます。もしね、あの参考になっていただけたのであれば、このボタンお願いします。まあ、別にそんなベトナムコーヒーの器具とか持ってないし、普通にコーヒーでいいじゃんって思う人もおっしゃってください。こんな感じで、次回、まあ、次回はっていうか、まあ、何やるか全然決めてないんですけど、その、まあ、セミナーとかあのやったりとかしてる中でよく質問されることとかがやっぱ多い
ですよね。あの家でコーヒーを美味しく入れるためのものとか、このラテアート家でやるときとか、まあそういうなんか質問に対する答えじゃないんですけど、まあ、僕なりのこういう方がこうやった方がいいとか、こういうのがいいんじゃないですかとか、まあ、そういうなんかレシピだけじゃなくて、まあ、本当簡単な疑問とか、まあ、そういうのに対する僕なりの考えとか答えとかっていうのも、まあ、ちょっと雑談みたいになっちゃうんですけど、まあ、やっていけたらなとはちょっと思っていますので、あのちょっとお話しする動画とかにもなるかもしれないんですけど、まあ、また次回なるべく近いうちにやろうと思うんで、よかったら見てあげてください。そんな感じで今回は終わりたいと思います。ちょっとでもいいんですけど、これ可愛くないですか、アメ細工なんですけど、この間イベント行った時に、イベントというかあの仕事で、あの僕が出しコーヒー出してたんですけど、その斜め向かいぐらいのブースであの飴細工やってたんでもらってきました。めっちゃ可愛い。そんな感じでどうでもいいですね。じゃあまた次回の動画でお会いしましょう。